あげあげ。あれ、いなくなってる。おい！インポスターがいる。タスクを行う。おい、もうひよ。マオさんどこ行ったの？アーカイブの方に行きました。いや、歯切れ悪い。いや、アーカイブでしょ。うん。どっからっすか？貨物。怪しい。何も怪しくはないだろう。何も何にもないでしょ。いや、停電待機でもしないのかなと思って。ああ、厳しいな。厳しい。おぉ、理想。早いねー。ちょっと早かった。ちょっと早いね、これ。ちょっとどころの騒ぎじゃないんじゃない、これ。22ボタンです。すいません。素晴らしかったです。超神ボタン。かわいそうな人外。なんで俺じゃなくてプテクに票が入ったのね、今。ハイブリさん文句言うやつは許しません。ありがとう。いや、鬼だよこれは。いや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 、鬼だわ。ひどいよ。これは人外かわいそうなんで、僕シェリフ使用します。31秒。31秒です。ほぼ。まあまあ、電直しました。開けてたならね。うん、人外さん、僕を殺した方がいいよ。エリキだよ、僕。了解です。エリキにいます。エレキ行く？フェイクタスクして何が起こるのか。おめさまだ。エレキ行ってみますか。わっ、あげあげ。あれ、いなくなってる。おい！え、どういうこと？あれ？あれ？何あれ？あれ？あれ？え、どこ？ですね。今、メイヤさんのレポートだったよ。とりあえず今、とぼけてる二人が人外なんですけども、メイヤさんのお肉が、ガチでわかんないよ。メイヤさんのお肉が、ガチでわかんない。どういうこと？メイヤさんのお肉が一番四番にありまして、うるさいな。うるさいな。え、待て、どういうこと？メイヤさんの、ゲンです。説明をします。メイヤさんのお肉が、エレキの一番と四番の間ぐらいにございまして、そこを走り去っていくアルマさんと梅健さんが見えて終わりました。え、アルマくんしてどうだった今。え、いや、なんかね、一瞬メイヤさんのスキンが爆発したのが見えて、うん、で下に死体があるかと思って下に探しに行ったら一緒、全く一緒ないのよ、死体が。あのね、コミサボになったけど、エレキ行きてえと思ってエレキ行ったら、はしご下にアルマくんとプテさんが立ってて、うわ同じこと考えてるわと思ったら、1番から4番にちょっと来そうなメイヤさんが一瞬だけふわって来て、うん、パーンって消えて、なんだ今のと思って、アルマくんと一緒に下まで、右下まで行ったら誰もいなくて、で、一緒にまた上まで戻ったら、レポートでメイヤさんの下って、これ、相打ちじゃないこれ。直近ってこと？相打ちじゃないか。え、何これ？え？プテさんと？どういうこと？原始点では梅アルが、とりあえずお肉を踏みつけてスルーしたように見えてるとだけ。意味がわかんない。それ以上の情報ないです。相打ちだったら、だって、西体そこに上がった発生でしょ？ちょっと待って待って、冷静になるよ。意味わかんない。いや、こっちが意味わかんないよ。こっちのセリフだよ。一応おまおじサントスには白出しときますね。そうですね、ハイブリさん隠し色です。はい、コミさんも直してて、あのハイブリさんも完全に隠し色です。あと言うの忘れてた、とプテハシさんもそう、プテハシさんとアルマさんがあのエレキ7番で棒立ちでやられてたじゃないですか。なんかそう、エレキで交通整備してたら、うん、チェキは多分メインに上がってると思いますよ。私、上げ上げタスクやって戻ってこれです。え、意味がわかんない。マジで意味が分かんない。梅健さんと荒川くん目線で原産って人外になるの？
いや、ゲイさんね、とてもまともな感性だと思う。そうそうそう。だってゲイさん、たった今すれ違ってレポートで、はい、近くに下いないから、多分俺たちに見えてない何かが見えてんだろうね。どちらに投票してる？ 2 人は。梅健さん入れちゃったけど。梅健さん。あ、はい、じゃあ、一応合わせますね。あ、いや、これは人外勝ちだけどね、もうどうしようもないです、これは。うん、梅健さんですよ。梅健さん絶対クールなんだよ。いや、俺もあれはクールなんだよ。意味わかんないんだけど。そのうちの内訳だったらどっちが切ってそうみたいなの。いや、もう2人がかりで流れてきました。意味わかんない、これ。どういうこと？いや、でも原作目線ある夢が両インポスターなくないですか、うん、だってチェケが切れないじゃん。まあ、チェケさんがどこにいるかわかんないから。チェケさん。これでも、どうだろう、私目線でお二人が鬼組んでるように見えちゃったけど、バグで見えてないんだったら、じゃあないよな。なんかいろいろあったんすかね、出してんで。おたけさん、中野アルマです。鬼キラー、左で切られてます。ゲンさん直してたんですけど、あれケイさんもいなかった、ゲンアルを置いてサントスさんがはしご、僕が、あの反対側に回り込んでる最中です。僕はずっと左側を入力していたから、右側の人は左側問題なしになっていたはず。右側を打っている、ゲンさんが入力してたからね、左側。そんなわけないでしょう。あの状況で。まあ一個言えるのは、ガチでちゃんと言うなら、梅健さんを釣っているんだから梅あるで両城を取ってるから別の場所バランス釣りしてください。で、鬼木が人外です。自主点は。でも多分梅ある両クルーの場合ってさ、そのプテーメイヤー相打ちみたいな話じゃなかったの？いや、チェキは多分メインに上がってるからな。でもなんかもう一個の肉を探しに行って見つからないだから、肉並んでないから相打ちが ないことが、ああ、ないんだよ、発言で証明されちゃってるから。で、梅あるで両城を取ってて、で、僕が鬼木を人外だと言っているので、バランス釣りで鬼木を釣ってください。これは真面目な議論です。まあ、もう、原さんが言ってることが正しくなるから、今日中野アルマ釣りはもう、しゃあないやろ。あ、ごめん、アルマ君には言えちゃってる。同じ。ごめん。え、なんで？梅あるで城取ってるんですよ。いや、それは早く。え、言ってること通ってると思うんだけど、7人だから1のは余裕あるから鬼削りでしょ、ここは。何年陣でやってるんですか、みんな。おかしいだろ、別にバランス釣りだろ、ここは。分かる分かる。何年陣でやってんだ、みんな。言ってことは分かる。通ってますけど、俺はちょっと仕方ないよ、もう。これどうなってんの、これ。どうなってんすか、これ。これで見返したけど、下になかったのよ、僕の下に。下にない、見返したけど、ない。ないない。え、なんかね、爆発するモーションはあったのよ、なんか、メイヤさんの肉が。自爆ってどこに行ったんだろう、俺。え、メイヤさんって自爆ですか？自爆。なんか、スキンだけ爆発したのよ、メイヤさんの。そうそうそう。で、なんだ今のモーションって思って下行ったら、うん、なんか全く一緒だわ。あ、じゃあ下、レポートすらできなかったってことか？レポートもできなかった。できない、できない。あ、そういうことか。やばいな。サントスさんが切ってました。ケイさんだったんだけども、ケイタケオか。マット生きててまずいか。マットが今死んだよ。あ、そうなん。あ、マットが今死んだのか。あ、うん、じゃあ、ケイさんが。あの、うん、マットは、まずいですよね。うん。あ、一応、サントスさんが切ってました。なんで、サントスタケオです。てかこれ、え、じゃあ、竹雄さん釣りでいいんじゃないの？終わんなかったから竹雄さん確人外でしょ。で、サントス系で間違えたら負けだから。おまおじはマットですね。あら。じゃあ、負けですね。負けか。サントス竹雄に二人。どういうこと？じゃあ。サントスさんどうやって切ってきたん？いや、私じゃないです。よろ？ケイケイタケオか。ケイタケオ？いや、サントスタケオです。いや、どうあがいても二人狼生きていることになるよね。鬼気で終わってなくて、サントスさんの現行犯っていう主張が今出たってことは。はい。なんで、おまおじさんが、マットが、それが本当だったら負け確ですが、とりあえず、ボイス取れそうなタケオさんに入れときます。これ、合わせますよ。どうします？いや、僕は。やめて、一応。
ハイブリさん投票にしますよ。あ、しますよ。じゃあ、鬼気は確定なんでしょう、これで。え、そうやな。そう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 。あの、ハイブリさんだ。2人でクルー証明し合ってるから、2人とも2しろってことです。さっきの釣りで、アルマくん釣りで鬼気、うん。そう、だからもう、あの、か確定。オマハイブリが確証で確定。オッケー、そうです。で、バットがいたら負け。ちょっと票合わせたいんだけど、竹尾さんって大丈夫？ハイブリさんに投票だよ、みんな。え、ちょっと待って、何が起こったんじゃ？みんな集まって、ハイブリさんに投票だよ。エレキで何が起こったんやろ、じゃあ。マジで何が起こったん？ハイブリさん、一応計算に入れとこ。計だけだと思うけど。え、マジ何が起こった何が起こったん？お前さんがかかっちゃった。お前さん、おめでとう。勝ってんやん。お前さん、おめでとう。何が起こったの？おめでとう。おめでとう。いやー、わからん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 。打ち明け教えて。はい、打ち明けがわかんない。僕がエレキにいますよっつって、コミサボだったんで、エレキでキル連打してたんですよ。うん、で、したら、多分梅健さんに座れて僕が死んだんすけど、そのモーションが、なんかその梅健さんとアルマ視点で、僕が弾けた後に死体がなかったらしくて。いや、なんかね、アーカイブ見返してたら、急にメイヤさんが消えて、うん、で、皆さんって レポートの直前で打ったレポート。いやいやいや、もう だいぶ前に打って、あれはちょっと梅健さんがめちゃくちゃなんか右往左往してるところに、あの幽霊がメイヤさんだったの。いや、そのね、スキンが爆発したんだよね。メイヤって名前が消えた瞬間にスキンが爆発して、うん、何これってなって、なんか下の方見に行ってたら、絶対下あるやろって、爆発自爆したやろって思って見に行ってたら、なんか、うん、え、下にもないんでしょ。そうだ、あれも下行ったもんね。なかった、なかった。え、じゃあ、俺たちが見たあの一瞬見えた目屋さん、あれ死んだ瞬間の魂だったってこと。いや、そう。アーカイブ見返したらちゃんと爆発してたんだ。いや、ベイヤロー2人、肉踏んでるようにしか見えないもん、私。俺はちょっと厳しいな。ベイヤさんの方にはがっつり映ってたんだ。ですね、私はもうお二人が肉をタラタラさっそうと駆け抜けて1位を持っていく様子ですね。いや、でもさ、なんかバグで白取るのもちょっとあれじゃん、なんか部屋主だから見えてたとかいうのもなんかちょっとあれだなとか思って。だからお二人の気持ち分かってたんで、ちょっとメタで上に立ち向かなって覚え始めていたんですが、だって俺の死体がレポートすらできなかったってことだもんね。なんもないな。アルプテウメ3人がいるところに突っ込んだのよ俺。あ、もう僕のところでももうあれだったんだ、いたんだ、切ってたんだ。僕もいたよね。そうで俺が死んで、で、なんか梅健さんとアルマが、なんか、え、メイヤーが死んだみたいな感じの動きを、なんかこう、探してる動きしたんだけど、全然レポートされないから、え、でも俺、人外だとしたら、俺、切れてないの意味わかんないじゃないですか。で、プテも死んでるから、梅春に人外は、梅健さんは少なくともしろと思ってたら、めちゃくちゃや。え、これって、マットは誰だったんですか？マット、俺、あ、ちゃんとマオジさんなのか。マオジさん、勝利おめでとう。フェニ一緒。いや、俺は勝利と言えないよ。マオジさん、勝利だ。言えば最初にこれも言えばよかったんかな。俺もクルーやってんけどな、なんか表記。あ、表記が、あ、そう、表記クルーで1個だけのパターンやってんけど、まあでもまあこれ待ったやからいけるかと思って続けとって。あー、なるほどね。バグり散らかした感じだった。あ、確かに、あの、ポーンって出てきたやつ、1死体だったもんね、2死体死んでたけど。そう、あ、確かに。1死体やった。え、竹尾さんどんなキルしたのと思って、めちゃくちゃちょっと驚いたんですけど。原始点は、メイヤさんのレポートだったんよ。です。で、原始点は2死体でした。こんな感じだったら嫌やねんけど俺。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。すごいよ。チート使って勝ちに行くんだよな、おもさん。そういうこと嫌だな。ひどい嫌なこと言われたよ今。なるほどね。